お元気ですか、ボクシミでございます。今回は公式アスリート内村航平奇跡の開封動画後編の 6パック開封していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。こうした方が分かりやすいでしょうかね。で、2012年全日本体操競技選手権、ごめんなさい、全日本体操競技選手権大会、選手権大会個人総合的なカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2012年全日本体操競技選手権大会個人総合的のカードでございます。2017年全日本種目別男子トライアルの時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルのカードでございます。2袋目でございます。2022年、公平内村ザファイナルのカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2018年全日本体操競技選手権大会個人総合的のカードでございます。2017年全日本種目別男子トライアルのカードでございます。で、こちらね、フォトカードでございます。こちらが115枚限定でございます。3袋目でございます。2017年全日本種目別男子トライアルの時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2018年全日本体操競技選手権大会個人総合のカードでございます。2016年 NHK 杯のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。で、こちらですね、応援ありがとうございましたのカードでございます。これ見えますでしょうかね。はい、4袋目でございます。2012年全日本体操競技選手権大会個人総合的のカードでございます。2018年 NHK 杯時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナル時のカードでございます。
2022年3月12日公平内村ザファイナルズのカードでございます。2020年全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会の時のカードでございます。2017年 NHK 杯のカードでございます。5袋目でございます。2022年、公平内村ザ・ファイナルズのカードでございます。胴上げてますね、これね。2018年全日本体操競技選手権大会個人競技の時のカードでございます。で、応援ありがとうございましたのこれカードでございます。で、2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルの時のカードでございます。2016年全日本体操競技選手権大会個人総合式のカードでございます。で、2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルのカードでございます。最後の、6袋目でございます。で、こちらですね、こちら、白サインでございます。こちらはね、限定の、ナンバーはありません。2022年全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルズのカードでございます。2012年3月12日公平内村ザ・ファイナルのカードでございます。2012年 NHK 杯の時のカードでございます。で、最後は2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルズのカードでございます。はい、以上で公式アスリート内村公平奇跡開封動画後編の 6パック終わりたいと思います。最後はですね、このポトカードでね、出してお別れしたいと思います。このシリーズには、直筆サインカードもございますが、今回はこのポトカードでございます。で、またしばらくね、今日は、開封動画はお休みとしますが、4月の、31日からね、また再開したいと思います。プロ野球カードね、プロ野球チップスカードね、もしあればやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、私のサブチャンネル、僕の料理チャンネルでは、夕飯動画毎週水曜日に上げております。食動画で、気まぐれでやってますチョコボールチャレンジなどをやっておりますので、もしね、興味がある方はこちらのサブチャンネル、僕の料理チャンネルもよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。